一日メイクをしなかったから目がパンパン。あれツイッター、あ、やばい、アイコン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 、待って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 、そうだ、ちょっとちょっとアイコンの結果で分かんない、そうだ焦った、やばいやばいやばい、ちょっと待って、やばいやばい、みんな早いよ、すごいよ、新しいプロフィール写真だっけ、プロフィール画像か、よし来た、あれちょっと待って、違うな、ちょっと一回待って、あ、追記しちゃった、あんまり追記して良くないんでしょ、ごめんね、プロフィール画像できた、来た、できた、変わったっしょ、ちょいと遅れちゃったけど、まあまあ許容範囲さ、ね、おとぅって誰ちょっと待って、おとぅ誰なの、あ、大井さんか、ショールームのカバー変わってるの今気づいた、お、気づいた人がいるぞ、クリームシチューさんの番組出てきた人ですからって、正解、ありがとうございます、めっちゃ嬉しい、ありがとう、おとぅでもいいよ、おとぅ、おとぅでも全然いいよ、え、待って、クソかわいいなってプロフィール画像、やったー、ちょっと待って、ごめん、なんで今日すっぴんなんて話だよね、ごめんごめんごめん、あ、よいしょ、なくなったかも、ちょっと一新しました、いろいろ、うん、一新したし、伊藤にしてくれるんだけど誰かわかんなくなって立ち寄ってみました、ありがとう、しんちゃんやってよって、いいよ、オラ野原しのつけだぞ、どうですか、ツイッターのプロフィールにサブリーダー入れないのって入れようかな、入れようか、だってさサブリーダーちょっと面白いじゃん、なんでちょっと面白いんだろう、なんでわかんないんだけど、なんで面白いんだろう、ちょっと入れようサブリーダーだってすごい、あ、ちょっと下手になった話についてもちょっと後でツイートしようかなって思ってたりするんだけど、ね、ねえ、うち下手にいるんだけど、やばくない、どうする、全員プロフィールのさ、そうそう、下手なんだよね、下手なんだよね、今回嘘でしょ、待って、7人体制になったら下手になったんだけど、神天の女王って言ってたのにずっと、いや私だから社長がさ、なんか会社の通りなんか買ってって言われた瞬間ちょっと、しかもセンターじゃないんだけど、私違った、
デビューした時から随分と出世、助けてください、頑張らなきゃいけないんです、私もっと。そう、ちょっとみんな見てもらっていいですか、私ちょっと審議が、審議でも早速直接社長に言えなかったんだけどさ、なんか私もってなんですかみたいなことさ言えなくてすごく申し訳なかったんだけどさ、下手なんだよね。どういうこと？いや下手なんよな。何回見ても下手なんだよね。いやいいんだよ、全然いいんだけど、なんか私がこう端っこにずっと端っこだから、なんかちょっとでもなんかファンの人悲しんだら嫌だなって思って、端なんで端っこなのって、僕頑張って押してるのに端っこなのって思われたらちょっと申し訳ないなって思って。でもね、うちのメンバー素敵な子ばっかだからさ、そんな真ん中にいけないんだよそりゃね。だからあのちょっと私の役目ってものをねこう出そうと思ってさ、神手の女王ってさこう言い続けてさ、あの川崎クラブチって言った時もさ、上手にうちのファン多すぎてちょっと待ってみたいなみんな上手にいるんだけどみたいないや感じになっちゃうし、そうそう、なんかそう、なんかたまたまかもしれないんだけどさ、なんかそうここまで頑張って気づいてきたところはあったから、ちょっとでもなんか踊ってる時は下手にいがちなんだよね。それ分かり始めた方とか結構下手に最近こうね来てくる方とかも増えたんだけど、いやなんかさちょっとさ、いろいろさ、ちょっと審議よ、これは審議なんよね、結構下手でいいのかっていう、私は下手でいいのだろうか。ちょっと皆さん、やっと見つけた写真、これこれよ。いやもう私はまず下手にいるんですよ。そうそう、別にそんなつもりなかったけど神手だったなって、あ、それはもう引き寄せられてとか言って、涼しいね、涼しいな、涼しくてごめん。でももしかしたら多分私違うかな、違うかんないですすいません、勝手にうぬぼれ女なんです、結構欲深じなんで。そう、ツイキャスで火事って言ってましたって、見ました、ツイキャスのコメントも全部読みました、ありがとうございます。なんで今日メイクしてないんだろう、ごめん。でもなんかすっごい肌荒れててさ、なんかちょっとしばらくお休みしようかなって。袖の女王だって、出てないって出てないいないいないじゃないですか、ダメですよ。私一応ステージに立ってる人間なんですよ、一応ね、一応ですけどサブリーダーなんで、すいませんなんかサブリーダーってなんか私は結構いろんなところで少しでもグループの役に立ちたいと思うし、グループのためだったら何でもできますって思ってたんだけど、サブリーダーって役職は与えられて緊張してるあんだけさ、あのね、口でかい、口でかい、なんだっけ、口でかいっていうか、な、なに、大口だ、大口叩いたのにさ、なんかいざさサブリーダーってなったらさ緊張してるよ。でもなんか私がサブリーダーになったことによってこうわってこう大きく変わることっていうのはもしかしたらちょっと難しいっていうか、うちのメンバーたちがすごくしっかりしてるし頼もしいから、なんか私は少し何かこうサポートみたいなのが何かねちょっとでもできたらいいなって思っているけど、そんなに気構えてはないです。私がサブリーダーになったからってこうなんか家事がなんかすごい偉そうになることもないと思うよないと思うけど、なんかよりねなんかサブリーダーになったことによってあのグループを引っ張っていける存在になりたいし、なんかこうサブリーダーになったから頑張るってよりかは今まで頑張ってきたものっていうのがきっと間違ってなかったのかなってこう思ってます私は。うん、だから
これからも自分なりに頑張ろうと思うし、それにプラスしてちょっとでもグループのためになることがあれば率先して頑張れたらなって思ってます。一期生なんですよ私さ。たまに言われるんだけど一期生っぽくないって。一期生です、最初から言いました。最初はそんなに存在感があったか分かんないけど言いました。でやっぱリーダーが本当にここまでたくさん頑張ってくれたのを少しでも私にできることがあればしたいし、なんかメンバーのためになれる人間になりたいです。なんか、ブガニキに会島ガヤがいてよかったねって言われる人生を送りたいです。そしてみんなにもちょっとでも会島がいるから安心だねって思ってます。でもなんかみんな心配してると思う。カジフクリダサブリダ大丈夫かなって。でも多分私がサブリーダーっていうのは盛り上げ役だと思う。だから私が少しでも盛り上げたい、メンバーが落ち込んでるんだったら私が頑張ってその分頑張ればいいと思うし、そういっぱいいろいろメンバーに助けてもらったのを今こそ返すべきだなって思ってます。はい、かゆいですここが。あー、エスケさんありがとうございます。かっこいい。そんなことないですよ。私はかっこよくしてくれて、私がそのギフトを投げていただくことによってちょっとかっこよく見えるんです。違う、すごい嬉しいです。ありがとう。そうね、家事がしっかりしなきゃね、本当に。まあそこだよね。ちょっと頼りないと思われちゃうかもしれないけど頑張るわ。サブリーダー記念アイコン、なんかさ、私ちょっと迷ってんだけどさ、自己紹介の時にサブリーダーって言った方がいいのかな。サブティアン。サブティアン。うわ、シンジ君マジで、あ、なんかそんなに心配してないよって方が。サブティアン、サブティアン、どっちがいい。サブちゃんとサブティアン、サブティアンがいいです。サブティアン、サブティアンです。サブリーダーっていろんなとこでも行ってきたいなって。じゃあシンジ君が最高っていうのをくれたので裏話をしようかな。あ、立ち寄ってましたって、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。ありがとう、イオナちゃん。行った方がいい、行ってみよう。おトゥーさん、そしてあ、おトゥーさんありがとうございます。おトゥーさんありがとうございます。なんかじゃあ裏話一個いいですか。私がサブリーダー決まった瞬間の話をします。まずスケジュールに社長と打ち合わせっていうのが入ったんですよ。全員ね、8人、間違えた、7人の打ち合わせ。新宿サブティアン最高だって、嬉しい。サブティアン、サブティアン、サブティアンこと藤井こと梶原です。いや、いっぱいあるサブティアン。サブリコーダー、まずそう、だから社長との打ち合わせが入って、でなんかこれからの話みたいなのしばらくみんなとして、これから新体制頑張っていきましょうって、まあ、いろんな話があったよ。いろんな思いもあったし、でもやっぱ今こそ頑張るべきだよって、負けんなってことでね、気合を入れ直したんですよね。最後に社長が今こういう体制で出ますけど、会社もサブリーダーにします。ほんとこんな感じ、マジでこんな感じ、会社もサブリーダーにします。ほんとこんな感じ、うちマスクしてたけどマジでこんな顔した。なんかさ、こういうところだと思うんだよね、頼りのなさ。はい、サブリーダーとして頑張ります。言うつもりだった。こういう顔しちゃったんだよね。しちゃったのが悪いかったけど、
いやでも私がサブリーダーって言われた時メンバーは何も言ってなかったよ。全然あのなんだろう、びっくりするしたい様子もなかったし、なんかそんな空気がシーンとしてた中だったから、なんか私の顔だけこうみたいな映像残ってないの、誰もカメラ回してなかった気がする。それで終わった後にちょっとクスクスってなったりしたところはあったけど、なんかもう社長の思いもたくさん聞いてね。でちょっとシンジ君最高いただいたので、もう一個裏話すると、ゲネプロっていう投資のリハーサルがあった時に、結構本当に結構社長と本当長くお話をして、貝島がサブリーダーにした経緯みたいなのもいろいろ話してくださって、なんかいろいろ私の性格とか全部見込んだ中でサブリーダーにするっていう、経緯みたいな話していただいて、それを踏まえた上でそのサブリーダー発表された時に一言コメントしてくれって言われたんですよ。で私もすごい一生懸命考えて、当初のリハーサルの時にすごい会社のサブリーダーとしてこれから新体制指導していきますって、私もすごい真剣に私なりに頑張っていくのでぜひ応援よろしくお願いしますって、こういう感じ。マジで投資の時こういう雰囲気でなんかもうよろしくお願いしますみたいな雰囲気だったの。だってそれを想定してステージに立ったわけ。川崎会社も副リーダーにって言った瞬間、あサブリーダーにって言った瞬間ものすごい受けたので、え俺めっちゃ受けてるみたいな、めっちゃ受けてるみたいな、受けたやったみたいな思ったら、なんかはいみたいな、イエーイサブリーダーでーすってやっちゃったのよ。今までやってしまったよね、なんかえ受けたみたいな、うんうん、そうやっちゃったの、なんかすごいなんかやっちゃったのなんかめっちゃ受けたと思ってやったーみたいなってなっちゃったの、なっちゃったのよ。でなんか終わった後に社長がさ、なんか俺さちょっとさサブリーダー貝島って言われた瞬間のさあの雰囲気見てなんか全部飛んじゃったんだけど、ちゃんと6月12日の表参道の7人一発目のライブの告知したとか言われて、しましたみたいな、あしたんだちゃんと言った言いました。あなんかもう会社のサブリーダーのあのあれに衝撃を受けて全部飛んだわって言ってて、すいませんみたいな、ね、ごめんなさい。社長も多分私がイエーイサブリーダーですとか言ってるのも多分って多分思ったんだろうね。いやマジで直接私にそう言っては来なかったよ。なんかなんであんな感じだったの、これから何人で頑張るんだよねみたいな、いや感じね、多分言いたかったんだと思う。でも私がなんかサブリーダーなんか言って受けましたとかなんか廊下で言ってたからそしたらなんかため息ため息ついてなんかすいません怒られちゃった。いや怒られてはないけど、呆れられちゃったよ。また社長にはまれなかったな。いやわかんない。これは本当にちょっと会社なりに頑張っていく形になると思うけど、でもサブリーダーってお仕事大きいからね。本当に。ということで酒井さん、うわっ、そして J 君も。売れてます。じゃあ酒井さんがくれてるのでもう一個裏話しますか。
サビリーダー撤回さなくてよかったって、嬉しい。ジェイ君もくれてるのでちょっと恨まれちゃうと2つほどさせてもらおう。ありがとう。異論はないけどめっちゃもろいだって、やっぱ面白いんだ。いやでもウケるって思ってないし、面白いものなのかも分かんなくて、そうそうなの。うん、あれ、シンジ君、あよサブリーダーの城かしら、もしかして。嘘じゃん、ちょっとやばいじゃん。サブリーダー城がやばい。これもらっていいの？わー、ありがとう。サブリーダー城、町おこし、サブチャン城だって、サブチャン城。じゃあちょっとサブ、すいません、なんかもらっていいのかな、ありがとう。サブチャン像と城というものを、ちゃんとしろっていう。じゃあこうスクショで、スクショしていただいてもいいですか。待って、シンジ君、うわすいません、なんかもらっちゃっていいですか。ちょっと映ってる、ちゃんと。嬉しい、すいません、なんか頑張ります、ちょっとヘラヘラしてないで頑張ります。いやこちらこそありがとうカジって、そんなそんな、私がなんかすいません、ヘラヘラしててサブリーダーです。あ、サブティアンアバター作ろうかな。うんね、新宿ありがとう。じゃあ裏話もうちょっとしよう。まず酒井さんがリップスティックをくれたんで、まずもう一つサブリーダーの裏話は、でもこんな感じかな。うん、からそうだな、どの裏話にしよう。あ、じゃあ昨日の川崎クラブチッタのワンマンライブの裏話、めっちゃプライベートな話、プライベートっていうかめっちゃ普通の話しちゃうんだけど、お昼がとんかつ和光の、そう立ち寄ってみました、にみこるちゃんありがとう。そうまずお昼がとんかつで、11時ぐらいにめっちゃ平らげました。うん、そして夜ご飯がまーちゃんの好きなオムライスでした。そうで、オムライスはちょっと私が食べれなくてお家に持って帰ったんですけど、そうめっちゃ美味しいオムライスでした。でもね、カジは本当に緊張しいで、すぐご飯が食べれなくなるんですよ。食を受け付けなくなるんですね、緊張すると。めちゃめちゃあのそっちに出るんだよね、めっちゃ。そう、緊張したりとか興奮したりとかするともうね、ご飯が食べれなくなる系。そう、楽しいの興奮でもご飯食べれなくなるタイプっていう裏話でした。
結局だからね、オムライスとか食べれなくてジュース飲んで糖分取ってみたいな感じでした。あ、とんかつもね、あの全部平らげたわけじゃなくて11時ぐらいにちょっと食べてっていうくらいだったんだけど、うん、そうです。でもう一つ裏話ですね。ジェイ君ありがとうございます。そうだな、もう一つ裏話はね、ステージで涙を誰も流さないで立ってることができたんですよ今回ね、ライブでも。やっぱ終わった後すごいいろんな思いは込み上げてきたなって思いました。でも本当にこう言おうかすごい迷うけど、やっぱまーちゃんの歌をね、私はデビューしてからずっと聞いてきたわけ。自分で歌うことが少なかったから、歌わりがすごく私は少なかったし、そうまーちゃんの歌を聞いてこの6年間やってきたから、やっぱり少しでもまーちゃんの支えじゃないけどなりたいって思ったし、なんだろう、アップが2期のためにも私は歌えるようになりたいんだってこう歌と目を背けてきた歌をこう改めて正面から、失敗してもいいから歌と真剣に向き合おうって思えたきっかけっていうのはやっぱまーちゃんだったりするから、やっぱねリハーサルで恋愛まーちゃんのソロ曲聴いたりとかすると涙が止まらなくてステージでは絶対ないといけないって思ってたけど、リハでは結構なーってなってました。だから結構ね思うものいっぱいあったんだけど、そうでもちゃんとかっこよく立てたか分かんないけど、みんなが、あ、これからのアップガニキは川島もいるし大丈夫だなって思ってもらいたい一心で頑張りました。はい、でも私が一番グッときったものは333の落ちサビに、アッパッパ見上げたらいつかと同じ空の色っていうまーちゃんのパートがあるんですよ。で私はそのまーちゃんの背中を全部見てきたんです。その歌ってる背中をね、ずっとまーちゃんの後ろがポジションだったから、そうそう、全部の333のまーちゃんの背中を見えたのは多分私だけだったし、その歌を何回も聞いて何回も励まされたし、何回も頑張ろうって思ってたし、思ってきたし、何回も心に響いてるんですよ。でそれをちゃんと自分の目で、その私たちのセンターをの背中を私は最後までちゃんと見れたのはすごく嬉しかったです。はい、いろんな景色をまーちゃん越しにそのポジションから見てきたからね、ずっと一番後ろだったから
その三三の落ちサビはね。だからそれを見れたから、私はこれからその背中をより大きくなれるように頑張っていかなきゃなって思って見てました。いい話そうですね、落ちサビはずっとまーちゃん見てたな、デビューからずっとでもいつかはやっぱり背中を見られる存在にならないといけないなとは思ってるんですよね。でも私はやっぱ背中を追っかけてもらうっていうのは、まあ、なかなか柄じゃないのかなって思うところもあるから、誰かの背中を押せる先輩ではありたいなとは思いますね。後ろからこう一緒にこう頑張ろうねってやれる先輩になりたいなとは思います。あんなかっこいい背中は多分あの努力をしないとできないわけだから、じゃあ私はできるかって言われたら、あの努力をできる人っていうのは本当にかっこいい人だけだと思うし、私はもしかしたらこう背中をみんなで一緒にちょっとでもこう押していけるような人間ではありたいのかなって思ったりしますね。そうなりたいかって言われたら、やっぱりああやってみんなついていくよって、行くよって言ってかっこいい背中見せて、あそこについていこうって思ってもらえる先輩になるのがベストなのかもしれないんだけど、家事はなかなかね、こう家事もへっぽこしますし、メンバーに支えられてる部分たくさんあって今の鹿島があるので、そうそう、ちょっとでもこう立ち止まっちゃう子がいるんだったら一緒に立ち止まってあげたいと思うし、私がこう背中を支えてあげれば歩けるよっていう段階であれば、少しでも違う何かできればなとは思っておりますが、まず自分の足を動かせと、私は誰よりも速く走れと思っております。頑張ります多分みんなが歩いてる歩幅の私は多分3分の1しか一歩目が歩けない人間なので、人よりも頑張らなきゃいけないし、人よりも誰よりも走らなきゃいけないと思うんで、広告としてこれからも頑張っていきたいと思います。あら、ちょっとなんかいろんなみんなかっこいいとかそんな言ってもらったらかっこよくなれるんですかねホスジーさんかっこいいいただきました。じゃあもう一歩裏話やろうかな。メイパーさんもファイトいただきました、頑張ります、ありがとう。家事は家事の道を行けば大丈夫って、みんながいれば走れるかな、ありがとう。ちょっとじゃあ2つほどまた裏話をしようかな。ヒール君いつもに、あ、ヒール君ありがとう、ありがとうございます、嬉しい。ジェイ君かっこいいいただきました、ありがとうございます。コーマさんファイトいただきました、ありがとう。トゥトゥトゥートゥーでも誰だかわからない、トゥートゥーさん、トゥートゥーさんって言っちゃった、トゥートゥーありがとうございます。カジマさんに憧れてアイドル出てくるんじゃないって、いや頑張ろう、そうなれるようにマジで頑張らなきゃ。エイミーさん、誰もありがとうございます。あ、エイミーありがとう。じゃあまずホソチンさん、ちょっとかっこいいエピソードがあったらいいかな、かっこいい裏話、かっこいい裏話、そうだな、かっこいい裏話はなんだろう、いや、いろいろあるけどね、まーちゃんにプレゼントしました、うん、いろいろ悩んだんだよ、どうしようかな。でもなんか卒業してアーティストさんになったら踊ることも少なくなっちゃうと思うし、こう何かそれを見て頑張れちゃうよみたいなものがいいなと思ってイヤリングあげました。あと手紙、うん、イヤリングあげたんだけど気に入ってくれるかな、どうかな。こういう丸いイヤリングなんだけど
まーちゃん顔ちっちゃいしさ、ポニーテールとかもししたらで、イヤリングって結構さどんなシチュエーションでもできるかなと思って、ちょっといいイヤリングプレゼントしました。もしまーちゃんがつけてる時あったらもうツイッターとか見せてこれうちが置いたやつですってやるねはい、ありがとうございます。じゃあ細地さんありがとうございました。続いてメイパンさん、ありがとうございますメイパンさん、じゃあ裏話は、実はライブ終わってしばらく経ってから燃え尽きて、そう燃え尽きたんですよ私は。急に燃え尽きてトイレから出てこなくなるっていう事態が起きました。めっちゃお腹痛くてそうで、みんなと一緒に帰れなかったせっかく最後にみんなと一緒にさ帰れるやんみたいな、本当に最後8人で一緒に帰れるじゃんみたいなタイミングで体調を崩して、そう普通に体調崩して、そう帰れなかっためっちゃ体調悪くなったのよ。え待って超体調悪いってなってちょっと休憩してから帰りますってなって、先にみんなを見送るってそう超やっちゃったんだけど大丈夫でした。あみちゃん今は元気で、しかも今日お休みをいただいていて、そうそうお休みいただいていて、そう今日お休みだったのよ普通に。久しぶりあれ外亀になった、見て私の五円玉貯金がめっちゃ外亀どうして外亀になったんだろう、これ急に外亀になった。これ五円玉貯金してるんですよ。めっちゃ重よいしょ、500円じゃないのこれ、50円、5円玉ですっていう裏話裏話っていい話したかったんだけど、ちょっとファイトってことで、メイパーさんありがとう。そしてちょっとシンジ君、ちょっとさシンジ君の占いしたかったんだよね。シンジ君の明日の占いします。テレンちゃん、おシンジ君明日末吉ということで、シンジ君末吉だって明日。普通になんか大吉出るまでやろうよ。あ、来た。しんじ君は明日大吉になります。ラッキーアイテムは爪切り、ラッキーカラーは青ってことで、よろしくお願いします。ありがとう、本当に嬉しいですああいや青しか言わないよね、ラッキーか。青い爪切り持ってて、うちも青い爪切りなんだけど、これパパがくれた爪切りなんだけど、これ見せられないのよ。ここがね結構個人情報な爪切りなんで、パパ、しかもパパがくれたわけじゃないのよ、パパからパクった。パパの爪切りをパクったっていう、本当は持ってきた。パパのやつ結構私カリパクしてる
だってパパってさ結構さなんか撮ったりとかしてもさ気づかない。うちのパパ、うちのパパはね気づかないんですよ。これどうやって開けるんだろう。ちょっとこれメイク落とし買ってきたんよね。そうそう、なくなっちゃって。あ、ちなみに私のメイク落としはキュレルジェルメイク落とし。パパ爪切りないなって多分ならない。パパはね、お家にじいちゃんがいたんで、じいちゃんと昨日は過ごしたんだけど、パパにちゃんとメールをしたんですよ。行ってきまーって。したらなんかこういう絵文字だけ来たんだけど、それはどういう絵文字なんだろうね。これちょっと今どうしてるんだろう。でも多分お家にあると思うんですよ。私自分の爪切り持ってるんだけど、あのピアノのね、ピアノの鍵盤の爪切りを持ってたんだよ。ピアノやってる時代にもらったやつなんだけど、それを置いてきた。でもね、こっちの方がいい爪切りなんよね。パパがもらってきた。だってパパからもう一個もらってきたの。これね、パパがさ、グフを、私が落ち込んでる時にグフをね、じゃあ聞いて、実家にいた時に私が落ち込んでるっていうか、なんか私がなんかもう疲れちゃったよってなってた時に、朝起きたらグフが机の上に乗ってたのよ。でグフを、それからずっとグフを机の上にうちは飾ってたの、実家で。でも今実家をね出て、姉ちゃんと二人暮らししてるんだけど、グフ持ってっていいって言ったら、これちゃんと聞いたもんね、いいよって言ってくれたから、グフをねできた。ちゃんと机の上に飾ってる。開脚グフイナバウアー。そう、しかも私がさ、もう結構爆睡してる時にさ、なんか物音がするなと思って目覚めたら、パパが目の前でさグフ直してんのよ。グフ倒れてた時、グフが倒れてた時にパパグフをね、うちの部屋のグフを直しに来てましたよく。そう、いい話だよ。なんか私このグフを見て、はあ、頑張らなきゃなって思う時結構ありますよ。そう、で私が一番好きなのゲルググなんだけどね。いた、肘ぶつけちゃった。はい、ということで、みんなからの応援を今日はたくさんいただいてしまったな。ありがとう、みんなのおかげで。新体制単独ライブが思ったら早かった。そう、6月12日に表参道グラウンドでやります。1000円です。そう、1000円ということで、もう必ず来てほしい。でもさ、なんかそういえばだけどさ、新体制の新曲やったんですよ。その話してなくないっていう、今更だから。ユニゾンラインっていう、友人は会社をしてます。ありがとうございます。でも片焼くんいつも私のルーム来てくれるから、
あやたんですよ。はい。あ、ライブまだ申し込みもうちょっと先だね。新曲やると思わなかった。サプライズでちょっと新曲をやらせていただきました。2期はまだこれからだと思っています。私はユニーズオンライン、そうそう、ユニーズオンラインは私も新曲来た時めっちゃびっくりしたんだけど、今回はプリプロっていうのかな、あのメンバーが全員歌う前に仮歌を取るんだけど、その時にゆりちゃんと私で取ったんだよね。そう、なんかプリプロ取るの私割と初めて、あ、どのみちハッピー以来かな。どのみちハッピーは多分私が取った気がする。プリプロ、プリプロってほどでもないし、なんか一番最初だから本当初めてぐらい、プリプロ最初の仮歌みたいなラップの部分とか全部取ったの私で、ちょっとどうなるんだろうとか思ったんだけど、いやあれ超大変だったんだよマジで。全然ダンス覚えられなくてやばい、めっちゃ難しいの。でも2期の期待を感じ取ってくれたらすごく嬉しいなって思ってますミシタマさん無事に終えましたよ初披露。うん、でもなんか思いみたいなの本当に入ってる、うん、めっちゃ入ってる。なんか今しかないって思う、本当にそう思うし、今しかないって思うし本当にいやー頑張ろう。にまーちゃんいんの？え、どういうこと？今まーちゃんからツイート来たよ。え、ショールームコメントしたけど無視されて辛いだって。え、いるの？まーちゃん元気ですまーちゃん来てたっけ。ちょっと待って、どこにいたんだろう。グフの話してる時にはまだいないね。え、いや、わかんない、ごめん無視したわ。どこ、いた、仲いい話してるって聞いてきたんだけど、さっき来たけど何も聞けなかったって。ねえ、いい話してたよめっちゃ。グフの話でしょ。アイコン火事だ、あ、本当だ、宇宙姉ちゃん書いたやつだよ。なんか姉ちゃんがさ、まーちゃんにめっちゃ会いたくてさ、なんか緑の服着てたんだってなんかマーちゃんに会えないって知って「おい残った」って言って帰ってきてたよそうそう、それで何かまーちゃんのライブ、あの何かこれからね、ライブ、まーちゃんのソロのライブ、うん、行きたいからって言ってたわ。これうちと姉ちゃんで行くかもしれないそうそう、そう姉ちゃんがそうって言ってましたっていうのをここで伝えるという、ありがとう、わざわざショールーム来てくれたの。今日休みだったからさ、マジで布団から動かなかったよ。なんか全てを布団に預けて寝てたうん、ほぼ布団にいた。ご飯なんか、いや、ご飯なんか焼いてるか寝てるか、どっちか、もうなんか私絶対家から出ないって決めてたから、今日はずっとぐーたらピーポーです今からうち集合でやってやだよ、今日家から出ないって決めてるんだから
でもなんかうちの姉ちゃんが会いたがってるので、うちんちにも来てね。そうそう、すごく歌が染みました。あ、よかった、うちまーちゃんの話してた時に来なくてよかったよ。まーちゃん危ない。本人に聞かれたらちょっとさ恥ずかしいじゃない。だからなし。あ、いった、ちょっとつけちゃった。一緒に新生姜食べよう。はい、ジュンです。ジュンくん、いいね。え、待って、カジからのお手紙かわいすぎてお家で大声で音読した。呼ばないで、声に出さないでもらっていいかな。そういうのね、声に出さないんだよ普通は。音読すな。ママが聞いとるじゃないか。大声やめなさいよ。学校の授業会な。でもね、ちょっと一個ゆりちゃんと私のお手紙の便箋がかぶって、そうそう、しかもそこに性格出てたよ。ゆりちゃんはちゃんと緑の便箋にしてた。そうで、私は青の便箋にしてた。なんか出てるよね性格。なんかうち青に、青なんか自分の色にしてた。なんかまーちゃんみたいな、やりそうじゃん。ゆりちゃんはさ、なんかあ、まーちゃんそんな色だって言ってさ、はあ、性格出てるな。なんか私、あ、自己主張激しいの出てんなってすっごい思いながら渡した。そうそう、色違いだったの、ゆりちゃんと。色違いで書くから同じ種類のやつね。そう、ミッフィーの可愛いやつ。私ミッフィー結構好きなんだよね。なんかさ、ミッフィー好きとかって、スヌーピーとかミッフィーとか、ね、ムーミンとか、なんかそういうの好きなの。わかる？ミッフィーとかムーミンとかスヌーピーとか好きなの。わかるかな？なんかこの、なんて言うのかな、難しいよね。すごいアンパンマン、ドラえもん、キティちゃんとか、そこそこのこのメインじゃなくって、すっごい有名なんだけど控えめなキャラクターが好きなの。わかる？ミッフィー、スヌーピー、ムーミン、トトロとか。わかるかな、この言いたいこと。わかるかな、なんか難しい。トムジェリーとかめっちゃ好き。トムジェリーはでもちょっと今流行っちゃってるからね、言っても。うちの親友がめっちゃ好きで、トムジェリーは。そうそうそう。うち今メイクポーチムーミンで、この言ってることを分かってほしいな。すごい、わかるかな、今ムーミンで。ムーミン、ミッフィー、なんかそこら辺がすごい結構好きなんだ。いや、超メジャーなんだよ、超メジャーなんだけど、わかるかな、この言ってること。すっごいごめんね、なんか難しくて。そうそう、なんかムーミンカフェとか行ったことあるよ、うん、トムジェリーは DVD とか持ってるぐらい好きなんだよ。でもちょっと今流行ってるからな、あんまり好きって言っても流行っちゃってるからっていうところはあるよね、うん、あ、スーモとか、そうそうそう、中学生の時スクールバッグに3年間スーモつけてたの、でっかいの、こんなスーモ。パパに、UFO キャッチャーで撮ってもらったんだけど、これぐらいのスーモを3年間つけてたんで、スーモつけてる人なんかいないから、すごいなんか、あ、スーモだみたいな、よく言われてました、うん、ムーミンはグイグイ来なそうだけど、トムジェリーはグイグイ来るんで。トムジェリーはなんか昔から結構好きで、3年前ぐらいのスマホケース、トムジェリーだったよねっていう。
ゴルトモリゾワってめっちゃ NHK なのあれ NHK だよね。学校の授業でよく見た。そんなこと言っててめっちゃ脱線しちゃったっていう話。その頃から引っ越し願望が強かった中学生いやそんなことはないでしょ。そんなことはなかったですよ。実家大好きです。そう、実家がいい町なんですよ。私が住んでる町がめっちゃいい町で、うん、今のうちスーモで探してないです。ネットで探してない。あの出向いたそうそう。どーもくん、どーもくんは何も持ってないな。私持ってないね。うん、テルタビーズめっちゃ好き。テルタビーズはね多分ほぼ全話見た。マリオのケースはもっと昔って。昔だね。おそ松さんとかもだからそうだよね。結構ああいうの結構好きなんですよね。チーバくんとかだからめっちゃ好き。そうそうそう、ゼンマイ侍いいね。じゃいいね。テレビタビーズのグッズは持ってない。でもなんかキッズステーションをめっちゃ見てて、昔キッズステーションを見れるテレビだったの。昔ね、うん、ほぼ全話見たと思う。テレタビーズ好きだよ。マジティンキーウィンキーの声がやばいから、チックウクってなんでそんなになっちゃう。あれティンキーウィンキーだけなんかやばい子いるよね。テレタビーズはね、あのリプシーが可愛いよね。ですか。あ、いいよね。テレタビーズは可愛い。全部見たよ。本当に面白いから、テレタビーズめっちゃ面白いよ。リプシーなんだ名前。リプシーだと思ってた。今更ながらすいません。あー違うの、ディプシーだった。ディプシー、ディプシー、ディプシー。なんか自分のさ、自分の名前をさあんま呼ばないからさ。そうやばいのこの子の声が、ほんとティキュウンティキュウンキューってこういう声してるの。ディプシー、ディプシーがね。ディプシーめっちゃいいよ。うん、もう緑のやつ。マジでテレタビーズ面白いから見てください。うん、顔怖くない？いやー、可愛いちょっと怖いから。でも仕事でチーバくんの中の人になるチャンスがあったって、ちょっと待ってめっちゃ言うじゃん大丈夫なの？でもなんかあれか、そこはちょっとラフな感じなんだね。あ、あーってね。あ、すごい長くやってしまった。じゃあ お話、明日ねママとデートなんですよ。まあ途中から姉ちゃん来るんだけど、ママとデートなので朝配信しようと思います。朝7時半かな。ママとデートなんですよ明日は。そう、ママとね遊んでくる、旅に行くよ。でもなんかママはさあとあまり遊んだ記憶ないんだよね。パパとよくいろんなとこ行ってたんだけど、ママとあまりいろんなところに行った思いがなく、思い出があまり今さら なくて、大きくなってからね、物心ついてからだよ。そうか、またね、みんなにお土産話をしようかな。で明日はママと遊んでくるのでママと遊ぶというか、ママに母の日も誕生日も何もしてあげられなかったので、明日はママと一緒にお出かけしてきます。うん、明日7時半
ね、ちょっと朝早いから見れる、遅いか、逆に遅いか分かんないけど、7時半からちょっとやろうかなって思ってるところです。パパこの間誕生日でパパに誕生日プレゼントあげたところ、うん、でもね、ちゃんと今月中には実家には帰ろうかなって思ってます。帰れたらいいなって思ってるので、うん、そうそう、このお出かけしてくるし、姉ちゃんは夜ご飯は姉ちゃんも一緒に食べよっかみたいな、あ、7時半に出かけるわけじゃなくて、私が準備しなきゃいけないから朝にやっちゃおうって思って、そうそう、そうだよね、仕事の時間だよね、朝やります。ちょっとだけになっちゃうかもしれないけど、また寝たしってきて寝たって私も寝たし入れたくてママと同期しないんだけどママが泣けんとことするからね。そう、天気良さげなんで、うん、今日ぐっすり休んだんで明日ママと遊んできます、はい、お休み満喫。いや、私2日休みがあったら1日は絶対家にいるよね、ずっと。今日は、うん、じゃあ今日のスケジュールは朝8時に起きて、今日目覚ましかけてなかったんだけど、なんか8時に起きて、もっと寝たかったんだけど、やっぱ私絶対8時に起きるんよね。そう、いつも7時ぐらいに起きることが多いから、そんなに寝れないんだよ。8時に起きて、あ、じゃあ洗濯物しよっかなと思って洗濯物してテレビをね見たの。そう、いろいろ見ました。あ、マイファミリー、ドラマのマイファミリーとかすごかったやん。なんかその考察とか見たり、テレビ見たり、さっきイッテQ見てましたけど、そう、ゲームやってない。え、今日荒野行動やればよかった、やってないやん。荒野行動やってから寝ます。そうだね、最近ゲーム、あ、荒野行動ちょいちょいやってるけど、スプラトゥーンとか最近ちょっとやってなかった。部屋掃除、あ、掃除機とかめっちゃかけたね。お風呂掃除したりとか、うん、あとご飯作って、そうね、何もしてないや。いや、びっくりするわ、何にもしてないや、おもろそう、ね、カビ取りもねしてない。でもちょっとあの窓の掃除をしました。洗濯、間違えた、私の部屋の窓がちょっと汚かったので窓の掃除した。ということで、皆さん最後までご覧いただきありがとうございます。明日は皆さんお仕事だと思うんだけど、家事は遊びに行っちゃう、遊びに行くっていうか、ママとランチ、女子会ですね、会社は女子会を開きます。だから実家にパパとじいちゃんしかいないっていう、男会と女子会とちょっと別れて、でまた見に来てくれると嬉しいです。お邪魔しましたって、また来てよ、また来てよっていうか、普通にね、あと一緒にやろうよ、なんか配信ね。ありがとう、わざわざ来てくれて嬉しかったよ。いろんな声のため息、いつかの歌に励まれなかった愛し、ただこの本当に、ああ、はい、ということで、ありがとうございましたでもね、恋愛よりもラブルスキューの方が泣けるよねって話を楽屋でしてました。でも私、恋愛は絶対いつかカバーしようって思ってて、そうそう、勝手にギター練習してるっていうね。そう、ショールームでは1回、2回か、恋愛披露したりしてたけど、ちゃんと、ちゃんと私は勝手に行動を起こしてやってるだけだから、
っといつかカバーできるように頑張ろうってぐらい好きな曲なんで、皆さんサブスクで恋愛聴いてください。いい曲ないよ。いつできるかね、また難しい曲だから。まーちゃんにチェキ買ったって伝えてみて。多分伝わったと思うよ今。ババヘラのカバーだって、うわババヘラやりたかった。ガチョバツリオマガリ花ビーンっていう、ね、大好きな曲なんで、まーちゃんのいい曲ばっかで、そう素敵よ。ということで最後までご覧いただきありがとうございます。まーちゃんもわざわざありがとう。また来てください。待ってます。ということで、家事は洗濯物もたたまなきゃいけないので頑張る。すごい山だよ。さっき入れたばっかり。それではお手を拝借、せーの、以上です。そして新宿1位おめでとうございます。ありがとうございます。この、サブティアン城大切にこれから育ててまいります。ありがとうね、こんなもらってしまって。ありがとう、またお会いしましょう。バイバイ、じゃあねー。